水音が聞こえてきましたね。確かこの辺りには川が流れていたはず。茨の国の地形に随分と詳しいみたいだな。はい。この国の歴史について学ぶに際し、地図もしっかり頭に入れました。お前みたいな奴が連中の仲間にいたら厄介だ。そう考えると、我々に同行させた右大将殿の判断は正しかったのかもしれない。たとえ僕が鉄の者たちに保護されていたとしても、茨の国の土地を荒らす者どもには組みしません。絶対に。その言葉、決して違えるなよ。